ちは。この日はお父さんと一緒に京都御所へ行きました。行く前に美味しいコーヒーを飲みました。京都御所の近くです。まずは京都御苑に入ります。御苑というのは皇室のお庭です。今は国民公園になっているので誰でも入ることができます。この御苑の中には500種類以上の植物があるらしいです。季節によっていろいろな植物や鳥を見ることができます。綺麗。ほんまや。ここはとても広くて静かな公園です。大きい松の木がたくさんありました。公園にはカフェもあるのでコーヒーとかも飲めますよ。トイレ行かないの？トイレ使用禁止やで。使用禁止？水が来るぐらいやね。あらまあ。じゃあ遅刻。おお、黒いパトカー。皇室のパトカーは黒いんですね。京都御所の門は全部で6つあります。さあ御所に入りましょう。見学は無料です。今皇室の方々はここに住んでいません。1869年に京都から東京へ移られました。日本の天皇の歴史はとても長いです。歴史は紀元前から続いていますが、天皇が京都に住み始めたのは平安時代794年と言われています。それから1869年まで1000年以上の間、歴代の天皇は京都に住んでいました。天皇がこの京都御所に住んでいたのは1331年から1869年までのおよそ500年間です。この京都御所にはいろいろな建物があって、皇室の方々はこの場所で勉強をしたり、大事な儀式をしたり、会議をしたりしていました。この建物は実際に昔の天皇が寝ていた場所です。中を見たいけど、この時は閉まっていました。でも冬はちょっと寒そう。ここはお庭ですね。あ、気をつけて。183センチ。日本人は多分大丈夫だけど、ヨーロッパの人とかはちょっと危ないかもね。ここもきっと別の季節に来たら違う風景が見られるかもしれませんね。今日も見てくれてありがとうございました。みんなも京都御所を見に来てね。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。じゃまたね。
you.